お疲れちゃうすらです。今日ですね、こちらの京介クローン久々にやっていきたいと思います。さあ、フェニックス型ですね。なんか今までいろんな方やりましたけども、まあ、今の環境もエレジャイばっか、はい、エレジャイヒに勝てません、クローンは。はい、なので、まあ、ちょっとそのエレジャイに勝ちたくて、フェニックス入れました。フェニックス入れると、まあ、勝てるってわけではないんですけども、まあ、勝率 1% 2% からね、はい、20% ぐらいに跳ね上がります、このね、僕の数だとね。はい、ということでやっていきますかね。で、なんか近々クローンチャレンジも、はい、来るっぽいので、まあそれを兼ねてと言いますか、まあ、前夜祭的な感じでね、はい、クローンで暴れていきたい。またなんかそのクローンチャレンジの動画はね、はい、それはそれで出したいなと思ってるんですけども、クロスやんけ、このデッキクロス勝てません。遅延スキル勝てません。高回転施設とか勝てません。高回転施設クエイク、あーよかった違ったって勝てないデッキ多いんですけども、たまに勝てます、はい、っていうのがありつつのデッキですね。あ、迫撃ディガーです、今回の相手は。さあ、でフェニックスは俺じゃない、あれがいるね、ホバリング砲。嫌な雨も持ってるって感じですね。さあ、卵延命してあげて、お、これはヤラメ使ったぞ。おい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 、あー、もっと言ってほしいけど、だいぶ入りましたね。さあ、というわけで、まあ初見殺しみたいなのがあるんだね、このデッキは。こんな感じで、まあ吹きやすけばれとか、まあ何でもいいですよね。本当に吹き矢コウモリとかでもいいし、なんかね、とりあえず2体3体ちっこいにいるとクローン打っとくといいことがね、あります。はい、アーチャーはちょっとこの俺のデッキに刺さるね。うん、さあ、スケキンに対しての巨大スケルトンはあんまいいカードではないんですけど、フェニックスから合わせてね、変に行かれるのも嫌なので。うん、さあ、相手のこの立ち回りもちょっと嫌ですね。765削れるかと言われると分からん。さあ、まだ僕は守るのがもしかしたら大事なのかもしれない。さあ、ちょっと入るぞ。ういー、はみ出てる。守ることさえできればあと265なんで逃げ切れるんですよね。あと相手ガゴムリがいます。残り、あ、ヤナミ使ったね。まあ、ヤナミ使って一応ここに、うわ、めっちゃ迫撃がね、うわー、直当ては嫌だね。うい、強い。さあ、ここはしっかりウッド打たないとだいぶはみ出そう。あ、265、ガチで遠いんだけど、どうしよう。このままあと1分半じっこり煮込みますか。いい、ふんふん。あれ、なんか今さ使ったよな、スケートムで。うわー、やべ、調子乗りウッドしてる。これでもいけ、フェニックスがやられるとあと188。まあ、教室を生贄にね。おー、これ、あー、やべ、見せられない今の。さて、やばくなってきた。おい、さあ、これはギリギリ
ギリ。あぶねえ。あぶねえ。あんなに余裕だったのによ。さあ、ちょっとヒヤヒヤしちゃうんすよね。ほんとに。一発でね、折り切れるとき折り切れるんですけどね、この防衛がね、この時ね、防衛がだいぶね、苦しくなっちゃうんですよね。バレちゃうとね、種が。さあ、なんかね、もっとジャイとか、ラバとか、ゴレとかだったらね、本当に、キョスケ、スケバレ、コウモリ、クローン、一組だけでいいんですけども、それしかおらんやんっていう迫撃法です。迫撃ディガーですかね。またポイズンウッドですよ。これまたよいしょ。あ、ちょっとたまたま入んねえかなと思ってたまたま入んねえかな、入んなかったっすね。やべ、このコウモリも絶対いらないか。さあ、非常におまずい。さあ、でもこっからでも勝てんのがクロウなんでね。バルキリーなの嫌だな。テンプレナイトで流行ってたんですけどね。さあ、これに圧着衣か何かを使わしたい。うんうん、いや、これちょっといいぞ。圧着衣ない時のフェニックスだいぶ辛いと思うんで。じゃあポイズン使ったもんな。いや、マジいけ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 、守んなポイズン。いや、思ったほど入らん。いや、卵、いやー素晴らしい。いや、ガチで素晴らしい。ダメージ逆転しました。さあ、この吹き矢も素晴らしい。自分で言っちゃう。もう棒ポイを使ってくれっていう。はい、いや、でも1300やばいな。あれ、うい、押さえていくよこれ圧着の逆のこのフェニックスめっちゃいいっすね。気づきました。さあ入ってる。え、ちょ、マジですごい、すごいぞ。今すごいことが起きようとしてるぞ。およ、おい、け、押せ。あれ入ってない。どうなん？入ってないね。いや、これ完璧。いや、これめっちゃうざい。いや、コウモリはみ出ろ。いや、全然はみ出ろ。
やばい。うおぉ勝ってゆく。ボスはね、チナ元プロプレイヤーですね。やば、白ひげポユットに勝てるぞこれ。さ、マジでやばいよね、やばすぎん。あ、着衣のね、逆フェニックスだ。いや、これ一つ学びましたね。よし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 。まあでも施設ウッドにもね、そしてポイズンがあってもね、こうなんか両サイドを巧みになんかぐちゃぐちゃしとくとね勝ててしまうんですよ。まあ、相手からしたらね、どっちにポイズンくんのみたいな、ポイズンクローンくんのみたいなね。さあ、駆け引き心理戦もありますからね。さあ、スティーブンブラボーってクランにいるやん。さあ、枯渇みてえなプロフィールしてましたけど、なんでしょうか。いや、今の勝つのガチでやばいな普通に嬉しい。あー、鉄火工場っすかね。うわ、やべ、これメガナイトだ。絶対いらんかったこれ。綺麗に踏まれて、おー、マジでメグナイトだ。わー、このダメージは仕方ないですね。はい。でも、まあ、さっきのもある通り、いくらでも勝てます、こっから。あ、やなめならやばい。うわぁ、それやばい。やなめなのね、だいぶ吐くんですけど、このピンスは、ちょっと、アドだと考えて、クローンまでいけるとガチで強い。まあでもザップもあるか。よし、いや、ヤナメ強すぎる。足して足して足して、よし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 。いや、これは一旦一本取る。オッケーよ。一本追いついたら俺の方が有利なんじゃないっていう思いがあるんですけど。いや、めっちゃ削る、めっちゃ削る。もしかしてキングですか、これは。もしかして私キング行った方がいいですかっていうぐらい入ってるっすよね、ダメージ。で、こういうのも、なんか、こういうとこでしとくと絶対きついと思うの、相手。なんかすごい変な動き方してる。よし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 。よしよしよし。よし。クローン使いすぎて、ちょっと、いろんなクローンのね、パターンを。使えるように。プリンスね、単品プリンスというのちょっと気をつけないと怖い。ここの逆サイプリンスからのフルブッパーきます。うん、ザップなんか使っていいの、お兄ちゃん。お兄ちゃんどういうこと。いや、もう一旦行って、もうあと祈る。はい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 、キョスケが届いて、スーパー大逆転、グッドゲーム。うわー、気持ちいい、気持ちいいよー。いや、マジでガチで強い。エリジェイ引かなければ、エリジェイだけ本気でダメ。フェニックスだからワンチャンあるんですけどね。ガチで施設プラストルネード範囲攻撃、そういうのが本当にダメですけど、今みたいなね、なんかユニットで頑張る系、マジメガアイドとかロイジェイとかには全然戦えます。あー、
ジャイプリプリのイメージがあるけど違うかな。ファイザップヤザップみたいなね。コウモリでよかったな。ケツプリンスが来るかどうか。おーマスケ。おー君ももしかしてメガナイトゴルベーカーみたいなことある。迫撃かな。なんか似たような、似たようなんではあるが、さあこれ、まあ、せっかくならこれだけでもやっとくだけで相手に呪文使わせられるし、だいぶジャイを溶かせる。吹き矢残ったのいいね。ジャイホリのマスケスケコウモリ、うわなんかジャイマジアちゃんみたいなデッキですね。あれユキみたいなあったよ、ね、ユキみたいな。もうジャイマジアちゃんのマジアちゃんじゃなくてマスケにした。ガチでそんなデッキっすね。うわなんか微妙なスケバレしたなこれ。始まりよかったな絶対。これ卵まで当たっちゃうか。あーうまい。それいやうまい。うん、さあちょっと怖いんでフェニックスから入ります。そんなめちゃんこ相性悪そうみたいなそんな感じはしないんですけどね。ウッドユキちょっと厄介っすね。形組めたらありそうですけど、あのミニペック美味しいっすね。ここや絶対。いや吹き矢も入れたかったけど回転速いから回るのかな。うわーうわはみ出てる。よしよしよし、それこれでダメージ追いつく。簡単に追いつけるな。マジフェニックス防衛で最強だな。使うけど勇気がタイミングずれた。さあ落下ダメですら美味しい。あのマスケでも嫌だな。相手が攻め呪文使ってくれたのはだいぶ俺からしたらラッキーだけど、スケプレの落下でも入んなきゃ。うわ渋、一生マスク残んなあれ。いやーこれ削りきれねえかな。うーいや防衛うまってかなんだこのデッキ。
ジャイマスケミニテですね。しかもスケコウモリのウッド行きなんで、チャンピオンとかもない、なんか無課金向けジャイみたいな、なんか変なジャイ来たっすね。いやマジですごい懐かしいようなねデッキでしたね。悔しいな。倒したギガ、あーまあ、ザップなんで、もうメガナイとか、ジャイリガーぐらいしかないっすよね。そう。いやー、マジで珍しいぞ。バルキリーディガーでザップなんで、あ、バルチェブレンだ。あ、渋い。ですね。クローン。クローンがトレネファルチェで、ぐっちゃぐっちゃになっちゃうんで、まあ、どうしようかなーって考えながら戦いますか。うん、さすがに出すけど、さあ鎌で行かれるよと。バルチェバルーンめっちゃ久しぶり見たっすね。これクローンがトルネ刺さってクローンであの引っ掛けたいっすね。ああ、そんなこともさせてくんねんだ。おい強っさあバルチェバルーンに1本落ちまったけど、こっからあの折られるプランがねすごい見える。バルキリーバルチェバルーンされると、バルンギガーされるとねだいぶいかれるが、よしよしよし一旦ね。で、逆サイにね、飛ばしまくりたいですね。そう、このファルチがこう、左サイドに絶対来るんで、このね、ダメージを積み重ねていきたい。まあ、残ってんのだいぶ嫌だな。さあここは攻めて相手にね防衛でコツ使わしたい。いやめっちゃいいバルーン釣りやん。いやー危ねえ、なんとか逃げ切れた。さあフェニックスのおかげでねちょっとだけ対空もねいるんでね。さあ俺が倒した。さあパルム、パルム、チョコレートアイスのパルムちゃんが来る。あれマジで美味しい。よいしょ、色合い、やばい。さあディガーデッキちょっと多めか。おお、これはまた迫撃ディガー、同じデッキばっかだな。まあまあ、おまさかの。さあまあこれは仕方ない。その代わりこれがだいぶ入ってる。よし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 だいぶ入ってる。いやここのマジでやりすぎスキルトンタイ卵、いやーやりすぎか。さあ今回ヤナメザップのまあラバルかな、ガゴガゴ、うわー止まりますかねーって感じなんですけど、あのラバーね非常に相性がいいです。よし、スケバレコウモリクローン、はい、まあ、キョスケもいるとなおいいんですけど、そんなコストがねえか。
で、ここにヤズアップ使うと、みたいなね。はい。さあ、フェニックスだけで、簡単にラバーを守ることができると。しかも、1700まで削っちゃって。吹き矢、どうせ暇するんで、削っちゃいます。さあ、マジで、スケバレ、フェニコー、モリクローン。最強だ。さあ、カード回して。これ、逆サイバルーンも、ちょっと怖いんですけど。やべ。めっちゃいた。一応キングがおられなければ、大丈夫だと思いたい。うわ、待って、ガチでやばい。いや、あぶねえ。さあ、ヘナチョコクローンで負けそうだったわ。クローンってむずくね？当たんねえんだけど、ユニットに。というわけで、こちらの京介クローンフェニックスバージョン、皆さんもぜひね、めっちゃ楽しいっす。はい。それだけはね、保証できますんで、はい、やってみてください。では、お疲れ様でした。またね。